おはようございます。今日は8月23日、また週が明けましたね。で、まだ相場は動いてないんですけども、時間が5時2分ということで、今日も先週を振り返りながら今週の相場解説をやっていこうかなと思っております。まあ、FX で勝つのはね、なかなか難しいかなと思いますけどね。どうぞ。まあ、FX で勝つのがなぜ難しいかっていうと、私は3つのセクションに分けています。1つ目はやっぱり暗記する項目がちゃんと暗記できていないと、こういったチャートを見た時にね、思い出せるものがないんですよ。やっぱりこう、気づきってのは思い出すってことでもあると思います。学んだことを覚えたことを思い出して、あ、ここではこのパターンが生きてるよねとかね、ここではこんなフォーメーションが見えるよねっていうふうに、この今ね、週足を見てるところでも、まあ、いろんなイメージが重なっていかないといけないと思うんですよ。で、今回ずいぶん長い間やってきましたので、私なりのオリジナルのフォーメーションがもうすでにできて上がってます。まずね、このあたりですね。これもうしつこく、もう何年もやってるみたいな感じになっちゃいますけども、こうやって横線を引きますよね。で、ここに当たると跳ね返るよというところがあります。ちょっとここはね、下の方に行っちゃいましたけどもね。で、エリオット波動っていうのをちゃんと学んでると、エリオット波動がこの中に見えるわけなんですよ。こっからスタートして、推進波があって、第3波があって、第4波第5波でまずできていると。で、調整波が1、2、3という形ですよね。で、調整波が終わった後、こちらを抜いて上に上がっているというところでございます。これで一つね、呼吸ができてるわけなんですよ。で、その後なんですけども、こういうふうなね、下がっていく、なんですかね、トレンドラインを引きましたけども、どうですかね。これで間違いなかったと思います。この方向性もずいぶん前からずっとお話していたところだと思います。相場っていうのはね、こういうふうに下がって上がってみたいなのを繰り返して、また下がるわけですよね。ですんで、その下がりが来てるんではないかなと思ったんですけどね。というのが、頂点がここなんですよ。ここもまあそうですけども、で、ここに当たってる以上、ここを破らなければあとは落ちていくんだろうなっていうところなんですよね。そういうと、これはすごく大きな、こういうふうなレンジでできているとも言えるんですよね。こういうのを整理しながら進めていくことが非常に大事です。ですんでね、よく言いますけども、ここに当たったら買い、ここに当たったら売りで、まあ、当面は大きく負けることはないってことですよね。これをまずは覚えておきましょう。ね、これをつかめるようになるといいと思いますよ。レンジを見極めて、レンジでどこで反転買い、反転売りが起きるのかってことですよね。じゃあ次の時間軸見ていきます。次はデイリーですね。はい、デイリーは毎日見るわけなんですけども、ここで言えることってのは、まあ、こういうふうなね、チャンネルラインが引けるよってこともあるんですけども、ずっと話題にしてたのは、頭が決まっていて、上底ですよね。上底。上の底って書きます。で、下底、下の底がこういうふうに広がっていたよねってことをずっとお話していましたけども、でもそれも先週改めてね、今度はこういうふうに横で見ないといけないよねと。まあ、日で言えば4時間とかで分かりやすいんですけども、収束をこれからしていくんではないかなって形もね、出てきました。収束。要するに、ペナントですよね。で、ペナントの次っていうのは、横ばいからブレイクみたいなことが起きますんで、これ私が何言ってるのか分かりますかね？これが何言ってるのか分からなければ、もうほんとこの辺で苦痛になってきたり、ちんぷんかんぷんになっちゃうから、やっぱ基本的な用語とかね、概念っていうのは、頭に入れといて暗記してくださいってことを一番最初にお話ししました。暗記があって、それをもとに今私がやってるような実践があってね、トライがあって、で、最終的にはお金を入れてエントリーしますから、ここではね、根性がいるんですよ。ね。だから精神力鍛えておくことも大事ですよって、この3点セットです。で、この3点セットができていない、積み上がっていないとダメなんですよ。まず精神力があっても暗記ができていなければ全然勝てません。で、暗記ができていても、こうやって今やってるみたいなね、実践、トライアンドエラーを繰り返しやってないと、やっぱりね、勝てません。で、暗記もできている、実践もできているけども、精神力が弱かったら今度ね、お金を投入することができないんですよ。やっぱりね、数百円でも数千でも、FX にお金を実際に入れてみると、結構ね、精神きますよ。それを、いずれはね、毎日毎日、数万円単位で勝負しようっていう話ですから。じゃないとね、やっぱ大きく勝てないですからね。FX で生活できないですから。
なんかこの3つの階層でね、鍛えていっていただきたいと思います。暗記、練習、精神力ですよ、うん、じゃあ4時間の方見ていきましょうか。4時間の方は収束しているなというふうに私がね考えてますよ。こういうふうにどんどん縦揺れがなくなってくるんですよ。縦揺れの幅がね、最初はこれだけの幅揺れてたでしょ、次はこんだけの幅揺れてたでしょ、それから若干ちっちゃくなりましたよね、もっとちっちゃくなりましたよね、で今もっとちっちゃいわけですよ。こういうふうにで、しまいに横ばいに入っていくんですよ。買いと売りのバランスが取れていって、そして最終的にはどっちかに抜けるんですよ。この繰り返しを呼吸のように繰り返すのが FX です。この感覚がつかめるようになると、どこでレンジに行けばいいのか、どこでトレンドに乗っていけばいいのかっていうことがわかるんで、大負けせずに大勝ちがあるっていう状態ができます。これがリスクリワード 3.1 です。1時間の方見て今週を占っていきます。はい、まあもうお分かりだと思いますけども、これもねこういうふうに収束してるように見えるでしょ。だからこれからは横ばいが強くなるんですよ。上下の売り幅はちっちゃいです。横ばいの方に揺れていきます。今までは上とか下に触れていたんですけども、だん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 こっちの横棒の方向に触れるようになるんですよね。で、FX ってのは、上がるか下がるか、そして横ばいかの3つの事象でできてますけども、今はその3つの事象のうちの横ばいが起きつつあるよってことなんですよね。で、横ばいがある程度まで極まったら、どちらかにブレイクします。その時私がブレイクしそうな方向として、先週まとめたのが、下の方向にブレイクするんじゃないの?いうふうに、お話したんですよね。それはなんでかっていうと、まあいろんなところで理由は決まるんですけども、週足見てください。もう一回週足のレンジ見ますよ。こういうふうにレンジがあるでしょ?下の方向に行くって先ほど言いましたよね。で、一番最初にも、ここに当たったらセル、ここに当たったらバイ。っていうお話しましたよね。じゃあ、全体的にはセルの方に向かうっていうふうに、考えられるんじゃないですかっていうところと一致するわけですよ。よろしいですかね。いや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 、まあでもね、分かっていてもなかなかね、その場になるとエントリーできなかったりとか、もしかしたらと思っちゃうのが FX です。だからそういうふうな気持ちの揺れをなくすために、精神力も鍛えていかないと、実際にお金を入れてねエントリーができないですよってことなんですよ。で、この FX で鍛えた精神力っていうのは実社会でも使えていく精神力ですよ。うん。まあですんでね、結局は人間は感情の生き物ですから、感情を制御して、怖いとかね、恐ろしいとかね、楽しみだ、こういうのを制御して、身を取っていかないといけないと思うんですよ。そのために必要なのは精神力なんですよね。まあ昔仇みたいな言い方になっちゃいますけども、結局はね、根性論なんですよ。うん。で、自分の、このね、行動を促すものは自分の精神力でしかないですからね。精神力弱い人は自分の決断、これできないんですよ。自分の行動にゴーサイン出せないんですよ。みんなの意見が気になるんですよ。でも、FX をやる上で、人の意見って必要ないですからね。むしろ大部分の人が負けるってことは、たくさんの人の意見を聞くと、負ける人の意見を聞くことになっちゃうんですよ。で、何が正解かわからない。っていうことになっちゃいます。まあ、ですんでね、自分なりのトレードを作っていくことが大事です。最初は基本的なことはみんな一緒です。1、もう本当にみんなで覚えないといけないことがあるんですよ。で、みんなで学習しないといけないところがあります。最終的には自分の決断ですよね。まあ、月並みな言い方ですけども。まあ、ですんでね、補助線をちゃんと引くこと、毎日。で、補助線をスラ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 引けて、それに対してなんでこの補助線なのか、どういう根拠なのか。根拠ってのは一番最初の暗記することっていうやつですよ。で、その暗記したことを取り出してきて、だからここはこうなんだっていうふうなフォーメーションが引けるとかね、レンジに偏るっていうふうなね、判断ができるとか。その上で実際に入金して自分の構想を自分で買い取ることができるのかっていうところですよね。それを繰り返していくことだと思います。もちろん100発110で勝つことはできませんけども、6割勝って4割負けるぐらいのことだったらできるんじゃないかなと思いまして、私はこの6対4っていうのをね、速稼塾式 FX 塾ではお勧めしております。それでは本日は以上です。ありがとうございました。おはようございます。今日は8月24日朝5時18分の相場解説になります。ここでちょっとね、おさらいをしていこうかと思いますけども、今月はセルで勝つ月になってます。
まあ、ですね、瞬間的にバイを取りに行くこともありますけども、基本的には1ヶ月を通じてですね、セルの方で取っていこうかと思ってるんですよね。まあ、月足の方を見て最初ね、検証しましたけども、現在は上髭を大きく出してまだ陽線なんですよ。ただこの上髭っていうのがポイントで、上がってもすぐに下がるっていうことでね、セルが非常に取りやすい場になってるかなと思ってます。もちろん、ずーっと青い棒、陰線のロウソク足だと、もっとね、セルで取れたことが如実になるんですけども、これはね、月足の連続を見ていただければわかりますけども、全体的に右下下がりになってるはずなんですよね、右肩下がりに。これを注目して今後の来月とか再来月でも活かしていかないといけないかなというところなんで、私はね、この今年の後半っていうのは、この8月を明けて9月、10月、11月、12月と、セルの方でずっと取っていくんじゃないかなと思います。まあですんで、月戦略としては、月足戦略としては、セルが続いてですね、その中で4時間1時間では倍で取る瞬間が来るのかなってところですよね。もちろん私が考えているのは、倍が十分高まるのを待ってセルのエントリーポイントを探してセルでどんどん打ち込んでいくっていう、こういうふうなね、セル戦略になってますけどもね。さあ、これから8月の最後の週になってきますけども、どういうふうになっていくでしょうか。それじゃあ画面を切り替えてね、皆さんと一緒にまた見ていこうかと思います。明日はね、カルダナイダの日本上場もあって、投資業界が盛り上がっていくんではないかなと思ってますけども、こちら、まずはドル円の日足の方いかがでしょうか。日足を見ていただくとですね、チャンネルラインをこういうふうに右肩上がりに引くところと、転換が起きて右肩下がりに行っているところが見て取れると思います。ね。で、それで特徴的なのはここが頭が揃ってるってことをね、申し上げましたね。ここと、ここと、ここと、ここと。4点で頭が揃ってます。で、下の方はどちらかというと開きつつ、右に向かっているんですが、ここで私は方針を変更して、これがね、横ばいに入ってるっていうような考え方ですよね。さらに言うと、これ4時間以下だと如実なんですけども、収束の方に向かっているんではないかなというふうに感じてるんですよ。で、移動平均線は下に向かったところから横ばいに入りますから、どちらかにブレイクしてね、大きな動きを見せるんではないかなと。私はセルの方に動くと思いますけどもね。で、4時間に移ってみます。4時間は昨日から動きがありまして、ちょっとだけね、上の方に触れてますよね。まあですんで、収束の、このペナントの図形っていうのがちょっと変わります。まあこんな感じになるのかな。うん、まあちょっとね、綺麗にはなんないんですけども、こういう風な三角形になってくると思います。で、だんだんと横ばいが如実になっていって、どちらかに抜けるっていう図は変わりません。だから上下の振れ幅がね、だんだんちっちゃくなってきたってことなんですよ。上下の幅これ大きいでしょ。次がこのぐらいの大きさになって、次がこのぐらいの大きさになってって感じで、どんどん上下の幅が短くなってるっていうのが見て取れると思います。で、最後1時間なんですけども、1時間は、こことね、ここ、持っていたらこういう風な感じで、まあほぼ横に入ってきたかなと思うんですよね。これがさらに、こちらと、そうですね、こちらを挟んで、この範囲でもしね、右の方に横ばいで進むとしたら、これがこういう風に行くとしたらですね、まあ完全に横に向かうんではないかなってところで、横に向かうようになったらもうブレイクの前夜ですからね、セルのエントリーポイントを探していこうかなと思ってます。まあおそらくセルのエントリーポイントって109円の540あたりにはなると思うんですよ。今はざっくりですけどね。それから、もし倍の方に進むとしたら、110円の175、ここです。これが倍のエントリーポイントになるかなと思って、今のうちにね、候補としておきます。じゃあ今日は大まかにですね、倍のエントリーポイントとセルのエントリーポイントを決めましたけども、明日またね、調整していくようになるかとは思います。今日金曜日ですから、明日、もしくは明後日エントリーして、そして同日にエグジットするか、もしくは、金曜日にエグジットして今週の、まあ、エントリーをね、終わっていこうかと思いますけどね。まあ、横ばいに入ると、はっきり言って利益は取りにくいです。うん。ですので、横ばいの時は見るのも相場っていう言葉になってくると思うんですけどもね。まあ、今日はしっかりと見ていきましょう。横ばいがどういうふうな動きを見ていくのか。それとも横ばいにならずに、どちらかに偏っていく。そんな動きが出てくるのか。それによってトレンドをもう一回ね、調整し直す。形成し直すってことにもなりかねないと思います。じゃあ今週、
今日は結構重要な日になると思いますので、朝、昼、夕方というふうに見ていきます。場合によっては深夜の方もリサーチしていきますね。それでは失礼します。おはようございます。速稼塾の久保でございます。今日は8月25日、朝5時11分の相場解説になりますけども、だいたい輪郭が見えてきましたね。やっぱり私はね、これね、レンジに入って、そしてしかも収束に向かっていくと。上か下かのブレイクに向かいますから、下のセルの方のエントリーにかけていく。これは昨日までの判断と変わらないところです。そしてもう25日ですから、今月1ヶ月の、このね、流れを追っていかなくてはなりません。まあ、正確には9月1日に皆さんと一緒に見ていくことになりますけども、やっぱり8月はセルで流れていったのかなというふうに思ってますね。じゃあその辺も込みでちょっとね、画面切り替えて見ていきましょうか。ではこちらの方になります。まずね、見ていただきたいのが、これが日足なんですが、日足は何度も申し上げましたけども、天井はもう随分前に決まってました。で、下の線っていうのがこういうふうに広がっていくんではないかなっていうところから、横一線に変更しましたよね。ですので、これがレンジの幅ということになります。このレンジの幅を取りながら、徐々に、ほら、収束してるでしょ。ね、上下の幅、実線が短くなっていって、まあ、ヒゲになってきてるわけですよ。実線っていうのは、例えばこれだったら、売られた分だけそのまま売られっぱなしなんですけども、ヒゲっていうのは、こうやって買われた分だけ同時に同じ額の売りが入って、結局実線に戻っていくってことなんで、実線、実体がですね、このちっちゃくなってるわけなんですよ。で、これで上下のエネルギーが溜まってるって判断します。上髭も下髭も結構出てるでしょ。ですんで、これは爆発して上下どっちかに向かう予兆なんではないかなっていうふうに私は思うわけなんですよね。ちなみに、上昇していった挙句に、上2本が髭で終わった場合は、下に向かうエネルギーが爆発しやすいっていうことは何度も申し上げましたよね。そして、下の方に向かったエネルギーが下髭2本で止まった場合っていうのは、これまたね、上に向かう可能性が高いと。ですんで、転換っていうのはこういう時に起きるというふうに判断できるんですよね。はい、余談でございました。じゃあ次は4時間です。4時間いかがでしょうか。こういうふうに収束に向かっていると私は判断しましたけども、その通りになってませんか？私はそういうふうに判断しますけどね。で、主戦場1時間です。1時間で注目する点っていうのは、例えばね、この上から下まで行く線がありますよね。これ代表的な線がドーンと。で、次の線は、ここからここまでと考えられます。ドーンと。ね、ここからここに行くに従って短くなってるでしょ。で、三つ目、ちょっと変則的にずれてるんですけども、この流れになってきます。まあおそらく、ここの上下線よりも短くなっているんではなかろうかと思いますよね。うん。こういうふうに一本あたりの陽線なり陰線の力が弱まっていって、ちっちゃいものになっていって、まあ言ってですね、髭を出して実体がちっちゃいものにどんどん習っていくっていうことを考えると、これは上下迷いが生じて、ブレイクの直前であるかなというふうに思うわけなんですよね。そして、これ全部消してですね、大きな線、ゾーンを引いてみます。ここと、ここ、ね、引いてはここ。この上下の、レンジを、下の方に破ってセルの方に一気に進んでいくというふうに私は判断してますけどね。はい、でですね、突き足をちょっと引っ張ってきました。突き足の一番、右側にあるのが、実体がほとんどなくって、なんかね、上下の線だけでできてますよね。これはだから、8月はセルの方に行きますよって言ったんですけども、完全にセルに埋もれてるわけじゃなくて、まだね、セルかバイかほとんど決まってない状態ですね。ただ全体的な実践の流れを数ヶ月前から追っていくと、明らかに、頂点を極めて、そこから転換して、右肩下がりになってるんではないかなっていうことが見えると思います。はい、今日もね FX のまるで講義のような時間だったと思いますけども、ためになったんではないかなと思いますね。こういうふうに時間軸を見ていくことと、ヒゲなり実体を判断していってください。フォーメーションも今日はね、ゾーンもやりましたんで盛りだくさんの内容になってます。時間は短かったんですけども、今回はね攻略法のほとんどが入ってたんじゃないかなと思います。
何を言ってるかよくわかんないなというふうに感じた方は、もうちょっと基礎を固めた方がいいと思いますんで、その辺ね、やり直してみてください。それでは、以上です。はい、おはようございます。速稼塾の久保です。今日は8月26日、相場解説は5時22分からの開始になっております。日足、それから4時間、1時間と見ていくんですけども、だいたいエントリーが向きやすい、エントリーがしやすい時間帯といいますかね、方向性っていうのはトレンドが発生してる時ですよね。右上がりのトレンド、それとも右下がりのトレンド、どちらかしかありません。上がりのトレンドではバイで、下がりのトレンドではセルで、まあ一方的に取っていけるわけなんですけども、なかなかエントリーしたくてもできないのが、レンジの時なんですよ。横ばいの時。で、今まさにそこに入ってますんで、結構ね、難しいと思いますが、これ前々からお話してますと通りにね、レンジも幅が決まれば、上底に当たればセルで、下底に当たればバイで、両方取っていけるわけなんですよ。ただし、このレンジの幅がそこそこないといけないですよね。レンジの幅が10ピップスくらいだったら、もう完全に手数料だけでやられちゃいますんでね。やっぱり20ピップス以上は最低欲しいかなっていうところで、まあできれば30ピップスくらいね、この幅があるといいんじゃないかなと思います。もちろん、上級者になっていけば、小さなピップスでもね、きちんと取っていきますけども、私たちが求めているのはそういうところではなくてですね、まあ大体勝てるところで勝っていくってことですから、無理なく、最小限の力でね、大きな結果を出していきたいなってところですよね。4対6の原理でございます。それでは、画面を切り替えてご覧いただきましょう。こちらです。これデイリーなんですけども、デイリーはね、前々から言ってます通り、こういうふうな、ちょっとずれちゃいましたけども、こういうふうな状態と、あと過程がこういうふうにありましたけども、過程はこういうふうに修正しましたよね。というところで、昨日大きな陽線が出てますけども、もしエントリーするんだったらね、まあ、下の方にいますから、倍で取れているんではないかなと思います。もちろん私、倍はちょっと進めませんよ、今。レンジの間ですからね。で、レンジの幅なんですけども、それはね、結構あるんですよ、今。50から60ピップスぐらい、ここに、幅がありますんで、ここね。この幅ですよ。ですんで、上に当たったらセル。上に当たったらセル。ね。下に当たったら倍で、十分取っていけると思います。そう考えたら昨日は倍に入るようなタイミングではなかったと思いますんで、昨日入った方は結構ね、勇気がある方だなと思いますよね。もちろん、こういう風なやり方もあるんですよ。真ん中に線を引いてね、今は真ん中に線できてますけど、109の993で線ができてますけども、ここよりも、下だったら倍に入って、ここよりも上だったらセルに入る。これで、負けの可能性をね、リスクリワードを 1.3 以上に持っていくってことがあります。ただ私はやっぱりね、今は基本的には、見ていく。見るのも相場というシーズンだと思いますんで、まあエントリーするんだったらここですよね。ここに当たったらセル。ここに当たったら倍。この2点で、まずは確実に送りバントしていくことかなと思います。じゃあね、4時間の方を見ていきます。4時間だともうちょっと解説がね、楽になってくるんですけどもね。はい、4時間はどうでしょうか。昨日お話したのは、上と、下ね。だんだんこう、幅が狭くなってるでしょって話をしたと思います。ですんで、これは収束に入っていて、一番いいのはね、ブレイクした瞬間にブレイクした方向についていくってやつですよ。で、そのタイミングまではエントリーしないということなんで、月間での、利益額を決めてる方には向かない戦術になると思いますけども、でも月間いくら勝ちたいっていうのは、やっぱりね、中級レベルになってからですよね。初級レベルは、月間で、まあ、勝ち越していること。なんですよね。それがね、1000円でも5000円でもいいんですよ。勝ち越していれば、理論の、ほとんどとは言いませんけど、理論の多数が合っているってことになります。1ヶ月を通してプラスになってるってことは、負けが、少なくとも5割以下、勝ちが少なくとも5割以上になってることなんで、もうこれで資金を減らすことがないわけですよ。あとは、エントリーの頻度を増やしていけば、一つでも多くポジションが取れていけるってことになりますし、あとは、ロットを増やせるかどうかですね。このどっちかなんですよ。取引の回数を増やすか、ロットを増やすかで、勝率ではなくてね、勝ち金っていうのはずっと積み上げていきますんで、そっちを狙った方がいいよっていうのが私の戦略ですからね。じゃあ、1時間見てみましょうか。4時間ちょっと難しい回数です。すいませんでした。1時間だとすごくシンプルですよ。こういう線引いたでしょ。1時間1時間でレンジが存在しますので、まさにね、こうダブルボトムをつけたところでは、倍に入ればいいし、ここなんてのは押し目なわけなんですよ。というのが、上昇してる途中で一旦下がったってことはね、やっぱ押し目になってますから、こっから大きく伸びる可能性が高いと。で、まさにここエリオットハードを作ろうとするわけですよ。ここね。
5分やって、第1波があって、第2波があって、第3波の一番長いのが第4波があって、第5波で、ちょうど、天井に当たりますから、下がっていくっていうね、推進波から調整波に変わるってことは予見できますよね。だこういうような形でエリオット波動を活用していく手はあります。ね、エリオット波動攻略された方は、多分今回1時間でエリオット波動を見出したんではなかろうかと思いますけどね。じゃあどうですかね。今後の動きですけども、1時間で取引される方は、セルで勝てる公算が高いってことになります。で、1ヶ月全般的にセルの方に照準が当たってます。もう月の初めにね、申し上げた通りですけどね。ただ、月足はこのままでいくと陽線で終わりそうです。ただ、全体の流れとしては、右肩下がりは維持できてますけどね。この辺はまた月末なり9月の1日ぐらいに振り返ってみますけども、今のところはね、読み通りと言いますか。まあ読み通りですね。読み通りだから勝ち越してるわけなんですけどね。まあ、あとは私のミッションとしては自分の考えがどのぐらいお伝えできるかってことなんですけども、やっぱり放送できてない部分がかなりあるなってことなんで、そこをなんとかしたいなと思いますよね。ただ、このね、1日5分ぐらいの放送でも何発も送られたら結構ね、もう負担だと思いますんで、今のところはこの朝の解説だけにさせていただきます。あとはね、個別でご質問いただいていい件に関しましては随時対応していきますけども、多分そっちの方が理解深まるんじゃないですかね。今この私のね FX の相場解説もあれ100名を超える方が見るところまでは行ってないんで、毎日ね10件ぐらいの質問でしたら十分答えられますので、そうやって最初の5人10人が力をつけてくださればいいのかなと思います。はい、じゃあ以上です。おはようございます。今日は8月27日朝5時12分に相場解説をします。ちょっと講義をさせていただきたいんですけども、今月はセルの方で取っていくっていうふうにお話をしました。つまり月間のローソク足は陰線になってるはずなんですよ。でも現実は今ね陽線なんですよね。昨日の時点ではまだわからなかったんですけども、今日はちょっと陽線の方に触れてます。これがどういうことかっていうと、セルで行くと言ったのに月足は陽線ということはね、私のエントリーの回数は少ないってことなんですよ。で、月間を通じて、セルで行って、実際にセル、予測を立てたのがセル、戦略を立てたのがセルで、実際に1ヶ月、今もう概ね1ヶ月が終わってですね、これが陰線になっていれば、その分だけセルでエントリーできた回数が多かったってことなんですけども、そうはなってないですよね。まあ、ですんで私はね、今回、まあマイナスにはならないんですけども、まあ予算通りには、なかなか勝てなかったかなというところですね。まあだから20万いくかいかないかってことでしょうね、今回はね。これがね、思った通りドンピシャでセルになってると、まあ40万前後だと思いますし、その幅によってはね、50万で目標達成ってことになるんですけども、いや、今回はね、敗北ではないんですけども、予想通りには勝てなかったかなってことです。月間でセルの予定を立てたんですけども、まあ上に伸びることが多くてね、で、セルで入るチャンスが少なかったっていうことですね。まあ繰り返しで恐縮ですけどもね。じゃあ今日の相場解説に入っていきましょう。今日はですね、こんな感じになってます。デイリーですね。デイリーはまずこういう風におさらいができると思います。上底が決まっていて、下底がこう広がっていくかなと思ったんですけども、もうレンジに入ったよってことなんですよ。ですね、レンジに入ったってことは、この辺りにローソク足が触れたら、倍で取れると。ね、倍で取れるということもありますし、この辺りで、ローソク足が触れたら、セルで取れるってこともあると。これはもう繰り返しお話したんでもいいかと思います。でね、私は倍で入ってないんで、ちょっとここがね、取り損ねちゃったところなんですけどもね。倍戦略だったらね、軒並み取れてるんですけどもね。で、これで4時間なんですけども、4時間は、こういうふうに収束する、そしてブレイクっていうふうにお話ししました。で、これが、ね、若干ブレイクになってるわけなんですよ。今、上の方飛び出して、そして、これからね、上に伸びようとしてますよね。で、月間の戦略を私、セルで持ってたんですけども、どうもバイの方に触れそうですね。で、ブレイクしてバイの方に行きましたんで、残り少ない日数はバイの方で取っていけるかなっていうふうに一見感じそうなんですけども、ここで1時間を見てみます。ね、1時間を見ると、ちょっと判断に迷うところなんですよ。どうですか？下の辺がここでしょ？上の辺がここでしょ？で、この間でレンジを書いてるってことは、ここからセルに入りそう。特にダブルトップ
がここに見えますからね。ダブルトップからの、あれ、ダブルトップからのセルが始まってるんじゃないかなというところがありますんで、先ほどのね、4時間でしたら倍の方で取っていけそうなんですけども、1時間を見ると、今日のことですよ。今日は、セルの方に触れるんではないかなって判断にならざるを得ません。もう一回4時間見てみますよ。4時間を見ると、これ、倍の方に向かっていきそうなんですよ。なぜかわかります？収束だと思っていたこのペナントが、上に抜けたからなんですよ。ね。だからここで倍の方に向けて、セルの方に向かっていく。あ、逆だ。セルの方に一旦落ちて倍の方に向かっていくって図も、書けなくもないでしょ。で、移動平均線はこういうふうに、上に広がってますからね。まあ、ですんで、今日単体で見ると、もう一回1時間ほど行きますけども、今日単体で見るとね、これは、この天井に当たってるんで、セルの方向に触れそうなんですけども、ただこの上昇トレンドは、このレジサポを割ってですね、上の方に伸びていくっていうふうに考えられますんで、一旦はセルで、そして倍の方に向かうかなってことです。その一旦はセルの、その一旦がもう今来てるかもしれないんですよ。ここね。移動平均線に絡むとローソク足を上の方に跳ねるでしょ？これもよくあるパターンなんですけども、移動平均線に当たると上に当たる。跳ねる。で、移動平均線に当たると上に跳ねる。移動平均線に当たると、で、今回もね、上に跳ねるのかなと思いますんで、今日は非常にね、セルかバイか難しいところになると思います。せっかく金曜日なんですけども、こういう時は難しいんで、やらないっていう選択がいいですよね。今月はすごくね、上がりが少ないんですけども、仕方がない、実力がないんで、はい。とりあえずマイナスにならなくてよかったなってところで、まあ損失は出てませんからね。まあ十数万で着地するといえども、十数万の、利益は取れてますんで、まあ、よしとするかなと。まあ、私の、月間ノルマっていうのは、自分に課してるノルマは 50% なんですけどもね。だいたい月の初めに100万円にしてますんで、月終わりに150万円以上出てると、その月は、まあ、勝ったかなっていうところなんですけどね。ただ、目標通りにいかなかったことは、それだけ学びがあったってことなんで、力ついてるんじゃないかなと思いますけども、どうですか。はい、じゃあ本日は以上です。ありがとうございました。はい、こんにちは。速稼塾の久保です。今日はですね、8月29日の朝5時なんですが、まあ相場の方は動いてないんですよね、日曜日だから。あ、ただね、あと30、31日と8月は残ってまして、まあ1ヶ月トータルでどうだったのかなってことと、それからね、週が明けたらすぐに、月末と月初が来ますんで、ちょっとね、混沌としてるんですよ。ここは非常にポジションが取りにくいところなんですけども、全体像をね、知ることによって、細かいところに、まあ、いろいろと、思いを巡らすことができるかなと思いまして、今回の放送をお届けしたいと思います。それではまずはね、全体像を見ていきますんで、こちらの画面の方どうぞ。これ週足ですね。週足を見ていただくと、まあ、エリオット波動を覚えてますかね。ここから始まった波動がですね、エリオット波動に乗って、第1波、青いところで第2波、赤い第3波が長くって、第4波がここにあります。第5波があって、ここで一旦終了して、調整波に入ってますよね。で、調整波がこういう風に3つありまして、調整波の後は、こちらの頭を抜いて、上の方に行きます。で、新しいエリオット波動が始まることもあるんですよ、こうやって。ね、フラクタルで。でも、今回はそうではなくって、ぐーっとね、右下下がりになってきました。というのが、8月の見方。8月はセルで取るよって言った根拠になります。で、これから1日足を見ていくことになると思いますけども、日足ですね。はい、日足。日足はどういう風に見るかと言いますと、ここで転換が起きてます。ここも転換起きてますって感じで、こういう風にね、ここもそうですけどね。転換が起きているところがそれぞれ見て取れるかなっていうところです。で、今度は、こちらのね、下に下がっている順番なんですよ。買いと売りが交互に来ますけども、転換が起きていって、今、セルの流れでしょ？で、これ日足なんで、7本が1週間になります。1ヶ月トータルで見ると、右肩下がりになってるってところが見えると思うんですよ。月の初めに8月はセルの方に進むよって言ったのが、これで、まあ、おおむねね、
その通りになったってことが見えると思います。さあそれでこの日足をもうちょっと細かく見ていくと、ここ横一線はまっすぐ横に行ってですね、こっから上の方にはローソク足がないですよね。ちょっとヒゲが見えてるぐらいで、要するにこっから上に行ってもすぐに下の方に押し戻されてますよってことなんですよ。で反面売りの方っていうのはどんどん下の方に伸びていってます、まあ、ですので放射状に広がっていくんではないかなっていうふうに思ったんですけども、この辺はね今度は収束してるでしょ。だからここ1週間2週間では収束に向かってるんじゃないかなっていう放送になったわけなんですよ。収束ということは横ばいですから、横ばいということはその後のブレイクが待っているってことなんで、こっから上や下に跳ねるよっていう予測が立つわけですよ。その中でじゃあ最初に戻ります。8月はセルなんでどちらの方に行くかっていうと、ブレイクするなら下の方向に行くんじゃないかなっていうことで回の時間足を見ていくことができるんですよね。ね、わかりやすいでしょこれ。で月の初めに言ったことが全部実現してると思うんですよ。でこことここで上下の幅があるけども、次の幅はこことここになりますね。それから、収束の線をこうやって引くとなるとですね、こういうふうになると思いますけども、ここでねちょっと小さなブレイクを起こして上の方に抜けて、上の方に抜けて、でまた真ん中に戻ってきてますね。ですんでまた横ばいが、成立してるんじゃないかなっていう中で、ちょっとねこの時間軸が傾きが右肩上がりになってるんですね。でここまで見たところで1時間の方に下ろしていきます。1時間の方ですけども、まあ、若干右肩上がりになったかなと思った4時間だったんですが、これはね大きく見てレンジを取っているっていう風に考えることもできるんですよね。ちょっと乱暴ですけどこういう風に引きます。要するに上の箱に当たると下に行くわけですよ。これが下にね、下に行ってるでしょ。で下の箱に当たるとまあ上に行くわけなんですよね。上に行ってるでしょ、まあ、こういう風に見ると、まあ、横ばいなんだろうなってことがあります。まあ横ばいの中でも上の天井に当たる、上底に当たる回数が多かったんで、もしかしたら上に抜けていくんではなかろうかということも考えられるんですよね。まあこういったのを前提に30、31日、そして9月の1日、2日、3日という週を見ていくんですけども、今回ね、売りに入るか買いに入るかと予測をするんではありません。まあブレイクするなら下の方向っていう方向性は あんまり変わってないんですが、じゃあブレイクをいつするのかってことになってきます。数字が出てきますよ。じゃあブレイクはいつするでしょう。はい、問題です。まあ、この下のゾーンがありますよね。だから109円の565を割って下の方に進むようだったらセルでエントリーでいいんじゃないですか。110円の335っていうのを、8月は大きなポイントとして動いてましたけども、そこは完全に割って下の方に来てるわけなんですよね。ですんで上に抜けた時の価格っていうのは110円の240がいいところですね。でも上に抜けることはまあほぼないだろうというふうに、今月今日29日に結論付けてみます。抜けるなら下の方向です。ですんでセルで準備するように、今回の相場解説は閉じさせていただきますかね。で正確には30と31日の様子を見ながらセルの方に行くエントリーポイントをね決めていくんですけども、まあ109円のまあ610とかになるんじゃないですか。というところでね、月の初めからずっとお話していたことが完全に回収できて月末に向かっていくということになります。今日はねいろいろとここまでの振り返りを申し上げまして、で結論としてセルの方で109円の610、ここ終わったらセルで入るというね、結論を今日までに出しました。あとは実際に30日の値動きを見ながらその日のうちエントリーするのか31日にエントリーするのかを決めていくということになると思います。はい、雇用統計もね来週は絡んできますんで、大きな資金は入れないように、まあ、オイルリスクでエントリーするようにしていきましょう。それでは今月の考察でした。